その人生の中の濃い濃い時間を見てるます。ララが一番近くで見てくれてる。あ、コウスケさん星ありがとう。リンボーさん、カッツハートありがとう。こんばんは。これは本物ですよ。ひさまるきよさんありがとう。そう、めちゃめちゃ長生きしてくれてます、本当に。なあ、大好き。あ、君、オイラも来たのか。オイラも来たました。オイラも来ました。こんにちはって言った。リアラの顔、横顔しか映ってないで。人間っていうとララはもうね、キキ何歳、ララ何歳、今日私よりはるか60代とか。60代何歳、違うの、もっと若いって言ってますわ。うん、何、みんな一旦こっち向いてみ、座って、おしゃれして、座って、はい。そう、顔似てないんですけど兄弟です。この3個兄弟です。兄弟ですよ、顔全然。そう、兄弟やけど顔似てないってめっちゃいろんな人から言われます。どうですか、似てないんです。この子が主役子です。主役子で次女長男です。ピリラーちゃん、ラーちゃん、キキ。そうですよ。あ、お話しか行けなかったけど2日とも私服めちゃめちゃ可愛かった、嬉しい、ありがとう。なあリアラ、ちょっと今配信中だから舐めないで、舐めないで、みんな見られてるよ。リッタン怖いよ、ネットだよ。リッタンいろんな世界中から見れるんだからね。いい、そう、あ、この2日間はねオンライン、あ、ララの尻尾だ。あ、うんうん、この2日間、このね土日はオンラインお話し会があったんだよ、リッタン。めちゃめちゃ楽しかったですよね、めっちゃ楽しかった。そう、私は今回は朝の一部と、朝組だったんですよ。一部から二部。リッタン、ちょっとリッタンやめて、あのね、あなた座って、ちょっと座って、座って、お座り、お座り、座って、ダメ、座って、まだ、まだよ、まだ。じゃ、リッタンも、じゃあ向こう行って、バイバイ。下ろしました。ダメよ。ダメ、ララに意地悪すんな。怖いの、怖い口調が出ちゃった。ララに意地悪しちゃダメ。とっさに出ちゃったよ、そんな。赤ふん、ペロペロもララは今嫌なの、いた嫌なの、座って、座って、座って、リアラ座って、おい、はい、行こう。座怖くないですよ、いつもの、いつもの癖じゃないの、優しいで有名ですから、そんな怖くないですよ、優しいやろ。めっちゃ見てる。だからペロペロは後で、ん、いき、そうです、何の話してたかは、あ、思い出した。そう、このね土日はオンラインお話し会だったんです。私朝の1部と2部、今回は1部と2部だったんですけど、そう、皆さん来てくださった方本当にありがとうございました。だから見えないってアミがねえ。そうですよ、
やっぱね、今までは夕方の部の人だったんで、そうだから朝の部っていうのがちょっと新鮮ではあったんですけど、けどさ、あの9時、違う9時じゃない、10時、何時から、10時からか、10時から一部だったんですけどね、やっぱ朝って土日がお休みの方だったら朝って辛いですよね。それはすごく思います。せっかくのさ土曜とか日曜のさ休日やのにさ、あ、ごめん大丈夫、そう、休日やのに朝はね、その9時とか10時に間に合わせるためにさ、若干早く起きないといけないじゃないですか。もういろいろカオスよ君たち。とりあえずリアラ座って、はい、でララは落ち着いてそうだからね、もし2部だと11時15分なんで、そうまだ若干来やすいかなとは思うんですけど、ぜひ遊びに来てほしいですそうね、なんで一旦見えない、座って、はい、行こう、うん、難しいですよね、一部と二部って。わかる、めっちゃわかる。だから申し訳、初めましてとか若干しにくい時間帯ではありますよね、うん、そこは今回苦戦どころ苦戦どころ弱さは、けどこれから朝の部が多くなりそうな予感だから、なんとかしないととは思ってるんですけど、いや一旦どうする、いや土日の朝ってね、一部ですか、一部の日は、うん、私は朝起きる時間はいつも、一部の日は何時に起きてるっけな、朝7時とかに起きてます。ん、7時6時、あれどっちだっけ、今日何時に起きたっけ、今日6時50分ぐらいにアラーム鳴り始めたかな、からやってます。そっから準備してるけど、けどさ、せっかくの土日がさ、その仕事をされてるね、お仕事をされてる方とかだったら、土日がお休みでね、その日しか朝ゆっくり寝れないってなったら、すごい1部と2部参加ってあれなんですね。そうそうね、だからみんなこれ朝活今日したいっていうの絶対来てほしい来てほしいですよ、お願いします、会いに来てください。午後が有効に使える、本当けど朝さ、絶対人の半分以上もう6割7割はみんな朝苦手だと思って、私は苦手というか、ララちゃん尻尾が落ちてる、ララちゃん尻尾怪我しちゃってるんですよ。そうね、尻尾ぶつけちゃったんよな、だからちょっと血が出ちゃってます。だけどなんかララちゃん痛々しいんだけどアピールですか、七夕会いに来てくれる、嬉しい、わかる、朝苦手、そうだよね、せっかくのお休みの日だったらさ絶対そうなっちゃうって思う、わかるよ、けど絶対いい朝をね迎えさせることができるので絶対来てほしい、
ゆうちゃん尻尾みんなね気に入っちゃうからちょっとおいで向こう飛んでいきました。だからぜひよかったらもう6、7月6と7のオンライン話し会のあの受付終わっちゃったんですけど最後の8月31、9月1日はまだねありますんでぜひ遊びに来てほしい。お試しで行ったポリスコースが忘れない。本当やっぱコスプレ確かにね私服でコスプレなんかしないからオンラインならではなんですね。これリッターのおもちゃです。嬉しい。朝からパワーもらえるからその後の仕事も頑張れた。ありがとう。ハミちゃん朝得意だな割と。うん起きれないことは全然ないです。目覚ましで一発で起きれる。はい逆に夜も起きてるし朝も別に起きれる。夕方だけが眠くなります。夕方話が終わった後はすぐ帰るん。その時もあるしそのまま練習行く時もあるしみたいな日によるかな。推し活の早起きは得意だよ。かっこいい。一発で起きれない時もあるけどわりかし起きれますね。その寝る前に夜寝る前に絶対起きなきゃいけないっていう念を込めて起きるので起きれます。生誕祭の YouTube 見たい。ありがとう。そう生誕祭の日の YouTube がこの間の金曜日に公開アップしたのでぜひぜひ見てほしいです。あのチーム N のメンバーの方もあの出演してくれてというか映させてくれて一緒に出てくれて動画にみんなの様子も載ってますので本当にわちゃわちゃあのチームの雰囲気もまた伝わるかなと思うのでぜひぜひ見てほしいです。あウィンクしてっていううちは出たそうなんよ。何回もリピートしてる。ありがとう。何回も見てる。ありがとう。嬉しい。じゃああれもね結構いろいろ修正箇所が多かったっぽくって何回かやり直したんですよ。最後の名言集のとこもよかった。ありがとう。解説付きです。解説付き。そうワンちゃんと真ん中会話してるの？ワンちゃん？ハートありがとう。タツニー激。私もキャンプの季節が来たけど今年もぼっちキャンプするの？それはまだ分かんないです。まだキャンプメンバーが発表されてないじゃないですかね、どうなんでしょうね。どっちだろう、はい、エネシップの衣装のヘア止めって売り物違うんですよ。あれはファンの方が作ってくださったんですよ。メンバー分作ってくださっててみんなえーすごいってすごくすごく盛り上がってました。本当に可愛いです。あれガチャガチャのあれとか本当あったら何回でも回したいレベルすごかったです本当、うん、
そうだよ、キャンプも1年経ちますよ。早っ、早い。ドア、ね、すごいよ、商品化す。キャンプ出ないでご褒美ロケ、え、あれめっちゃめっちゃ美味しかったです。あれ最高、ご褒美すぎました。エビでさ、ちゃんとエビでタイを釣れました。今年はどんな夏になるんでしょうか。確かに今ニコニコ動画見れないから見返しできないのさ。そうですね、今サーバーがって感じですよね。レインボースター、ありがとう。今日号泣カンプ2に来たい。呼ばれなかったらそうなっちゃうかも。夏を乗り切れるか心配。確かに今日はめっちゃ雨降ってましたね。そう、なんか昨日さくちゃんがツイッターかな、 X か、 X の日記みたいなで書いてくれてたけど、あのみおちと私とみひなとさくちゃんで、あのね VS パークっていうとこに行ったんですよ。そう、初の4人で、なかなか同期と遊んでも1対1とか2人で一緒に遊ぶことの方が多かったけど、4人で遊んでめっちゃ楽しかったです。さくちゃんめっちゃ楽しかったって、あー嬉しい。もうね、私もめっちゃ楽しかったんよ。そう、ひたすらね、で結構そんなになんか体使った感じないんですけど、ちゃんと筋肉痛になってました今日。ちゃんと今日筋肉痛でした。あ、ちゃんと結構はしゃいだみたいです私も。今日みんなで朝会った時に、なんか今日足痛いっていう話題に話になって、みんなえだよねみたいな。それで昨日帰った後は本当すぐ爆睡してたんですよ。もう気づいたらめっちゃ寝てて、そう夕方ぐらい、夕方なんかね、もうびっくりするぐらい寝て、で起こされたんですよ一回。起きなって言って起こされて、でやばいと思って、やばい朝まで寝たと思って、オンラインお話し会遅刻したわこれと思って、えもうやらかしいと思って時間見たらまだ10時とかだって、夜の。よかった。うん、ちゃんと筋肉痛よ、ちゃんと筋肉痛。そう、めちゃめちゃ楽しかったです。いろんな面白いものがありました。え、怖くない？私まだその経験ないんですよ。夜寝落ちして朝になってたっていう経験はないけど、ないけど、なんかあれ初めて焦った。え、ねえ VS パークの話は黙ってえたのに、なんだ。え、内緒だったってことですか。あーごめん、ベラベラ喋っちゃったよ。そう、あ、昨日エキスポ周辺すごかった。そう、ガンバのね、サッカーのファンの方がすごくすごく多かったです。そう、しかもかりんさんも多分会場にも行けてないけど、オンラインお話し会のそうとこで見てるっていうのをしてて、で勝ったんですよね。すごーい。そう、
そうだよ、昼寝したらそう深夜に目覚める。確かに寝落ちして朝になってるの日常の範囲怖くない？めっちゃ怖い。あ、ネタバレ飛ばしちゃった。まあまあそんな昨日はめちゃめちゃ楽しくて楽しくてなんかいい感じで体を使いましたという日です。明日東京35度、いい、明日晴れますよね。ララちゃん尻尾めっちゃ映ってるし、めっちゃなんか痛々しい、大丈夫？ララちゃんおいで、肩乗りな、みんな怒んないで。ちょっとララちゃん本当は尻尾後がね痛そうなの、みんなが心配しちゃうよ。なんか今度あなたカメラ、あ、雨がカメラ、ねえ、リッタンはちょっとね、もう向こうに行ってくださいうん、そう、ここがいい、ここの定位置に。そうですよ、すごくすごく楽しかったです。ねえ、うん、みんなアイドルなんですね映られたがり、配信がしね。あ、ララこのスパンコール食べないで、ちょっとこれやだ、スパンコール食べられたら嫌なんですけど、やめやめ、やめて、顔映ってないリッタのせいで。そうで一旦だからスパンコールを食べないで、せっかくスパンコールかじらないで。明日からまた月曜日が始まるんですけど、頑張りましょう。今週はその土日話し会があって、皆さん元気をチャージ私はできたのでね、だから頑張りましょう。明日から5連勤頑張りましょう。私も明日から大学です。ハミちゃんダーリッチの服持ってたり着たりする？最近うん、T シャツとスカートを手に入れまして、めちゃめちゃやっぱ可愛いですね。私はずっと可愛いと思ってて、ずっとねインスタの方を見てたんですよ。いや、なかなかそうゲットできてなかったんですけど、最近ゲットしました。めっちゃ可愛いですね。なんか世の中に可愛いお洋服がありすぎて、行列なの？月曜は辛いですよね。月曜か。けどみんな今から鬼滅があるから頑張れるよ。鬼滅中。明日は授業は朝からですね。はるかさんいるし、大阪行く人はプレゼント買って、えー、嬉しい、え、私も会いに行きたいんです。はるかさんめちゃめちゃお洋服やっぱ似合ってますよね。鬼滅見てます、面白い。行列、あ、テレビねテレビか。普通に行列、あの並ぶ方の行列だと思いました。今そう、これ音つけたら多分著作権とかなんかいろいろ音引っかかりそうでつけれないんですよ。そう、普段キャップとかの帽子かぶってる？わりかし最近かぶるようになりましたね、あの黒のやつ。そう、
雨降ってるね。キメチュ。じゃあ、最近デイフィ F だプレゼントを、やはりはるかさんが全部選んでくださってるのすごいね。ピコマルありがとう。そう、みんな眠いんですよ。行列並んでまで美味しいもの食べたい派？うん、並ぶかな。なんかさ、やっぱ流行りのものというか人気の、今人気のものってどうしてもやっぱ混んでるじゃないですか。ってなったら並んじゃう。ワンちゃんはまだ夏用カットにできてない。やっぱね、サマーカットにしたいんですけど、モフモフが可愛いんですよ。まだだからな、まだです。真ん中に美味しそうな唐揚げおるねと思ったら犬やった。犬ですよ、ほらチラって見てますよ。お疲れ様です、こんばんは、うん、座って、うん、うん、座りました。うん、本当に充実した土日でした、今週は。次は7月の6、7です。織姫と花火大会。ちょっと、うん、何ですか。リッタンでほぼ見えないし、リッタンでほぼ見えないで、だからララちゃんはそこに止まってくれるならいいんですけど、反対に向いてください。お顔こっちにしてください。ちょっともうあー、ややこしい、いろいろややこしい。ねえ君たち、もうだからもう無理だって。リアラ、リアラはもう向こう行って、そうですよ。もう犬も鳥もすごい。あ、鳥は帰りましたわあー、やば、そうです、ペロペロがすごいんです。動物はね最高ですよ。動物はなんかひたすら可愛いですよ、本当に。なんかね違う、とにかく癒し癒しだって。この顔見たら癒されませんか、普通に。なんかもうただただもうなんか何があってもなんかもう可愛くて何でも許せるし、てか逆にこっち元気もらえるしっていう、ただただ癒しですね、本当に。なんて言うんだろう、慕ってくれてるというか、ちょっと頼りにしてくれてるのがやっぱ嬉しいです。うん、動物の赤ん坊はほんまに可愛い、本当に。ちびっこもめっちゃ可愛いですよ。なんであんな可愛いんですか、本当に。ヘイちゃんがジャンリリンで話してたテルの名前をプライバシーの保護で守ってた話は、あれか、話してくれてた、なんだっけ、私が候補生時代の時に
そうララって言っちゃいけないと思って名前言っちゃいけなかったからララの名前も言わなくて鳥って呼んでました。アミちゃんが癒し嬉しい、イエーイ。じゃあ皆さんのトイプードルですか？ね、あ、お孫さんいいね。もう赤ちゃんはなんて可愛いんですか、本当に何しても可愛いですからね。計算してなくて可愛いんですよ、羨ましい。あ、皆さんのトイプードルですか、やった、リアラ今日からアミもトイプードルよろしくね、よろしく、だ何しても許されるから今日からトイプードルです、トイプードル候補。ダメだ、あのクッションに座ってるんですけど沈んでいく。今日からトイプードルです。メンバー計算してる、してないですね、確かに計算もできてないですよ。人間やめます、今日からトイプードルとして生きていきます。一緒です。生後3ヶ月の赤ん坊いるけどもう可愛い、取り越して店主可愛い、生後3ヶ月やば、可愛いな。餌は何をあげればいいですか、アミプードルも。一番好きなのは、うーん、鶏かお肉系かお魚系で言ったら最近は結構刺身が好きなんで魚がいいんですね。サーモンとか、サーモンとかがいいかな。あとサーモン食べたいです。ね、鶏系ってそっちの鶏じゃない？鶏肉系の話ね。ちょっと紛らわしいじゃん、鶏いるし。サーモン、うん、サーモンがいい。あとは何だろう、サーモン食べたい、オーロラサーモンがいいです、ノルウェー産のオーロラサーモン。あ、トロもね、毎日食べたら胃もたれするけど週に1回ぐらい出してほしいかも。あと最近ハマチも好きなんでハマチも欲しいかな。うん、欲しいです、それぐらいでいいですよ。なんかワンちゃんって朝と夜しかもらえないんですけど、お昼もちゃんと出してほしいですね、ご飯。月に一度スイーツ食べ放題最高じゃん。ジャーキー、え、あのさ、カラカラのタイプは嫌です、缶詰がいいです。っていう、あと毎日同じ餌じゃないのがいいかな。わがまま、誰も飼ってくれない。そう、高くつきそう、ワン。ふみちゃん、丸回転寿司行ったら何皿ぐらい食べる？けどもう基本もずっとこれは幼稚園、幼稚園というか小学生の時から変わんないんですけど、なんか丸お寿司、回転寿司は5皿なんですよ、5皿多いか少ないのか分かんないんですけど5ですね、なんか基本5皿です。はい、今もそれは変わってないかも。そこに茶碗蒸しを時々食べたりします。
くな。うん、5皿。唐揚げ5皿はしないですよ、さすがに。デザートの皿抜きで5、寿司が5、寿司5皿。すごい、自分学生時代30皿以上、すごい。さよなら寿司はサイドメニュー多く食べない派です。お寿司サイドものは茶碗蒸しと、茶碗蒸しかなが多いです。大トロ5皿きつい。いや、私大体決まってるんですよ。サーモンとハマチとぐらいなんですよ。サーモン2個2皿、ハマチ1皿か、うん、かな、1皿2皿。あと何食べるっけ。なんかね、決まってるんですよね。サーモン食べる、サーモン2皿は絶対食べる。サーモン2皿、ハマチかも。あれ、あとは何食べてるっけ。なんか意外と挑戦できないタイプの人間なんで、いろんな魚に挑戦できないから決まってるかも。食べるのは最近あんまり食べないけど、エビか、エビ、サーモン、ハマチ、これのどれかです。卵食べません、ハムも食べません。そうかな。イカ食べません、イクラ食べない。甘エビ食べれないから、あの蒸したあるエビかな。コーンあんま食べないの。そう、食べるのも決まってるんですよ。そう、サバ食べれない。タイ食べれる。海系食べれないかも。牛さんに行く価値ある、ある、サーモンがあるもん。回転寿司のデザート食べる。回転寿司のデザートはスシローさんが好きですね。いなり食べないかな、光物まま食べないかな。回転寿司だったらわりかし私は結構お安く上がると思いますよ。ね。あ、軍艦はネギマグロ、ネギトロを時々食べますけど、なんか2個はいらないんですよ。1個でいいんですよ。麺系はうどん食べます、うどん好き。納豆巻き食べない。貝類あんま食べないですね。くら寿司一択、おお、いいね。サイドメニュー、サイドメニュー美味しいの多いですよね。そう、トロタク、へえ。みんな寿司食べたくなってるでしょ。そうかな。あ、多いね。茶虫食べるよ。ケーキよりはアイス食べます。そう、私なんかもうあれなんですけど、回らない寿司に来た。あ、美味しいですよね。回らないお寿司屋って結構シャリが小さいから私はめっちゃ好きなんですよ。なんか寿司を食べたいんですよ。魚を食べたいから
もうわがままを、めっちゃわがままを言うと、2個、1皿に2個入ってるやつだったらもう米1個でいいんですよ。もう1個いらない。まあ食べるんですけど、そう、なんか米でお腹いっぱいにしたいんじゃなくて、もう魚でお腹いっぱいにしたいんですよ。うなぎめっちゃ美味しかったですよ。うな重久しぶりにうな重なんか食べました。そう、ほぼ刺身なんです。そう、ほぼ刺身がいいの。だから刺身やったら刺身にご飯こんぐらいでそれでお腹いっぱいにしたい。つやぽんありがとう。寿司飯、酢飯、上が食べたいの。で、私定期的に食べたくなるものをね言うと、あ、弟くんにシャリだけあげる。こないだ前にね行ったんですよ、弟とご飯で。けど誰もシャリ食べてくれないんですよ。なんか弟になんかサーモンを1個もらったんですよ。1皿のうちの1個ねもらったので、けど正直バレないかなと思って、その私のもらったサーモンの米を半分にして弟の1個の、あの米にくっつけといたんですよ。そしたらバレませんでした。そう、そうだよ。いや、気づいてないから泣いてないと思います。だから嬉しいことですよね、弟育ちだ盛りだと思って。そう、シャリをね、そう増やしといたんで全然気づかれなかったです。でニヤ食べてるとこニヤニヤして見てました。これ初出しですよ、誰にも言ってない。そう、時々気づかれない時に弟のシャリを増やします。そう、それこそ定期的に、けど一番食べたくなるものは何かって言われたら、私はうどんですね。うどん大好きなんですよ。うどん大好きすぎるから、なんか何食べたいってなったらうどんって言っちゃいます。それぐらいうどんが大好きです。あのうどんの冷たいぶっかけうどんが大好きで、本当にめちゃめちゃ美味しいですね。冷たいうどんってあんなになんで美味しいんだろうっていうぐらい美味しいです。うどんですかね、一番食べたいって思うのは。うどんかな、冷やしてるうどん。こんばんは。冷やかけ、冷やかけ、何それ、かけうどんの冷たい版ってこと。冷たいうどんハサミで切って食べた。へえ、香川県にうどんツアー行きましょう。行きたい、行きたい。なんか近畿を出てみたい、近畿圏内を出てみたい。なかなかないですからね、カレーうどんはお家でしか食べたことないです。こんばんは。何みっさん、あ、これ そう、ざるうどん的なぶっかけうどんっていう、まあざるうどんとほぼ一緒です。自分でつけないでつゆかかってるやつ。香川のうどん食べてみたいな、食べたことないです。いや、あるかな、あるのかな。
ないのかな、あるのかな。何リッタンこれ、なんかを要求されてるけど何かわかんない。あ、何、あ、リッタンのお待ちかね。じゃあそろそろランキング読みますね。リッタン、なんかテンション上がってる。うー、邪魔だお前。リッタン邪魔だ。どこだっけ。13位ビースケさんありがとう。12位ベイさんありがとう。11位ターちゃんありがとう。10位キヨさんありがとう。9位ユウヤさんありがとう。8位コスケさんありがとう。7位フェニックさんありがとう。6位デビアンありがとう。5位サマルありがとう。4位リサちゃんありがとう。3位タツニありがとう。2位ピコマルありがとう。そして1位はチューポンです。ありがとう。じゃあね、明日から頑張ってください。頑張りましょう。バイバーイ。よいしょ。